応援、ご支持、ご支援が必要なんです。我々大阪維新の会は、一つの藤本
皆様の一票一票が本当に大切になってくるんです。投票率が低いと古い政治が続いてしまいます。悪い政治、そして皆様の大切な政治を期待したりする政治が続いてくるんです。どうかもうこんな政治やめさせなければなりません。そのためにも我々大阪維新の会、我々のマッチを持った森田政をこの日から出して、選出金そして国会へと皆様の手で見上げていただきたいと思います。皆さんご存知でしょうか、国会議員はまた給料を26万円もアップしたんです。考えられますか、皆様の給料が26万円もアップした方がいるでしょうか。多分おそらくいらっしゃらないと思います。そんな金銭感覚の議員をまたさらにこの京都3区から出すんでしょうか。我々大阪維新の会は皆様と同じ目線、住民目線で切り込んでいきたいんです。そのためにも今回の京都3区の選挙落とせないんです。大阪維新の会のマインドを持った人間をどんどん国会に送る、そして今の国会議員の自分たちの保身ばかりを考えている、そういう数字を変えていきたい、そういう思いで今回京都3区から森なしで、森なしでを公認し、そして我々は戦っております。しっかりと皆様の国民に伝わる、そういう仕組み作り、そして統一党を創建する、そうしなければ今の日本国はだん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 ダメになってしまいます。どうか大阪維新の会、大阪維新の会の改革をこの国会でもできますよう、皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。どうか大阪維新の会の森なしで、森なしでは女性です、34歳、そして皆様の声をしっかりと聞き、国会で臨んでまいります。本当に真面目で本当にスポーツマンシップを持った本当に明るい女性でございます。どうか皆様ぜひ森なしで、森なしで、森なしでを届けていただきまして、2月24日の投票をよろしくお願いいたします。そして投票率が低いと本当に悪い政治が続いてしまうんです。投票率を上げていただけますようよろしくお願いいたします。我々組織も支持母体もございません。皆様からの一票一票がお願いいたします。どうか大阪維新の会、今回初めて京都3区から公認候補者を出しました。どうか我々大阪維新の会の改革ご理解いただきまして、ぜひ皆様2月24日選挙に行っていただきたいと思います。まずは4月24日、お忙しい方は1日前投票もやっております。夜8時まで投票できます。どうか大阪維新の会の森なしでにご支持ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。どうか我々の改革、もうこれ以上税金の無駄遣いをする国会議員をこの地から出さないでいただきたい。大阪維新の会のマインドを一人でも多く国会に運んでいきたい、そういう思いで我々大阪維新の会は全力投球して頑張っております。どうかお一人お一人のご理解をいただき、皆様と共にこの京都を変える、そして国会を国を変えていく、そのための第一歩なんです。どうか大阪維新の会、森なしで、森なしで、森なしで覚えていただきまして、4月24日よろしくお願い申し上げます。それでは森なしで本人のみ、当たり前のことだと思います。私は難しいことだとは思っておりません。
ですが、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ですが、これをできる政治家がいない。これまで政党も一つもなかった。だから大阪維新の会が日本に必要なんです。選挙の前になると、どこの政党も定数を削減します。削減しますが、定数が大幅に削減できたことなんて、今まで一度もありません。大阪、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。大阪維新の会は、大阪市では実行しました。給料3割カット、定数2割削減。大阪市長も、自治市も4000万円以上ある退職金ゼロにしました。皆様とのお約束を守ってきたのが大阪維新の会でございます。そして、政治家が自分に厳しく、一番に身を切るからこそ、公務員の人件費にも手をつけられる、天下り団体の会費も、会費にも手をつけることができるんです。政治家が身を切ると覚悟もなし、皆様にご負担を求めるばかりです。皆様の暮らしが良くなるはずがありません。私はこの当たり前の政治を皆様のために住民目線の改革を進めたい。大阪だけでは日本は良くなりません。ここ京都3区です。皆様のためありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ここ京都3区で維新発祥の地でここで改革を進めたい。そう思っております。私、大阪維新の会の森夏恵が維新発祥の地であり、この京都3区から出馬にすることになったのもご縁だと思っております。だいぶ古い話になりますけれども、90年前にありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。90年も前の話でございますけれども、私の祖父が伏見の親戚を訪ねて接種合法に、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。90年前に接種合法にやってきて商売の色を学んだのがここ京都3区伏見でございました。私はご縁を感じております。私の祖父が京都の皆様にお世話になった。90年後に私がここで立候補をすることになった。今度は私が大阪維新の会だと今日思っております。京都の皆様のために私が仕事をする番だと思っております。私は気がらみがございません。企業団体現役も支援を受けておりませんし、企業や団体組合からも支援は選挙では一つも受けておりません。だからこそ皆様のための政治ができる。ここが他の政党との違いです。大阪維新の会は、ありがとうございます。ありがとうございます。大阪維新の会は皆様のために、京都の未来のため、日本の未来のために政治ができる。ありがとうございます。頑張ります。それが大阪維新なんです。この改革を全国に広めたい。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。私は自分で難しいことを言っているとは思っておりません。当たり前の改革、皆様のために、住民目線で、こういう政治家が日本に必要だと思います。私森夏恵は消費税が 5% から 8% に上がったとき、買い物をしていて負担になりました。高くなったなと感じました。皆様と同じ目線で皆様の感覚を持ち合わせている私森夏恵が、皆様のためにありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。皆様のために政治をやりたい。私は最近報道で出ております、民進党の山尾政調会長の問題ですけれども、1日に消費税7万円、これは国民の感覚からずれていると思います。どんな高級なコーヒー豆を買ったのかは知りませんが、皆様の税金で1日にコーヒー代に7万円を使ってしまう。携帯料金1日15万円、1年間のガソリン代が450万円とも言われております。急な収入と私は驚きました。大阪維新の会は1年も2年も無駄に使わないように、そういう改革を進めてまいりました。私はこのお金の使い方驚きました。そしてそれが発覚した後、山尾政調会長、民進党の山尾政調会長が口にしたのは、
書のせいだったと、書がやったことだと、私はこれも驚きました。これで国民の理解が得られるのだと。そして民進党の岡田代表も説明は一貫している、昨日は出ていないと言いました。私は一生懸命仕事をして税金を納めてくださっている国民の皆様から本当に評価できなかったのか、民進党の支持方なの、民進党の支援者の中からも本当に批評が出なかったのかと思います。私は納税者側の目線で一生懸命働いて税金を納めた人たちの暮らしが良くなるような政治、当たり前の政治を行いたい、感覚がずれている、金銭感覚もずれている、そのような政治家に日本は勝つ。どうか皆様、私のお役にありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。皆様の大切な大切な意見を託してください。私はありがとうございます。頑張ります。私は皆様を裏切るような行動は絶対にいたしません。皆様をがっかりさせるようなことも絶対にいたしません。どうか皆様、皆様の大切な一票を森夏に託してください。日本の未来のため、京都の未来のために仕事をいたします。大変大きなマイクで失礼をいたしました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。感想の方からありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。維新で改革、維新の改革で生み出された財源は次の世代教育に回します。子どもたちの未来のために頑張ります。ありがとうございます。今の訴えは森夏でございます。大阪市の会森夏でしっかりと一心で学んでまいりました。4年間しっかりと一心から始まり、一心の声を学び、しっかりと本領を持って森夏でございます。森夏ではしっかりと京都の皆様のために働いてまいります。どうか納税者の目線で我々大阪市の会の改革を森夏へ、森夏へ京都のためにやります。どうかこの京都会議から初めて大阪市の会に鬼こぼしを取りました。なぜならば今回本当に我々にとって最大のチャンス、そして京都の皆様にとって、国民の皆様にとって最大のチャンスなんです。このチャンスを皆様の日常に加え生かすことができるんです。どうか投票率を上げていただけますようよろしくお願いいたします。投票率が低いと悪い悪い政治が続いています。どうか皆様の手で投票率を上げていただき、そしてこの京都3区から大阪維新の会森夏へ、森夏へをしっかりと国会へ送っていただきたいと思います。皆さんどうかこれ以上無駄遣いをさせない、皆様の大切な税金を無駄遣いさせないためにも、森夏へ、維新の改革を国会へと、森夏へでございます。森夏へにご支持ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。投票率が低いと今まで通りの悪い政治が続いてしまうんです。税金の無駄遣い、自分たちの給料だけを上げる、そして東北の復興もまだ、そして年金も皆様の年金もどんどん下がる一方、消費税は上がる、でも国会議員は給料また上げたんです。26万円も上げたんです。こういう国会議員をもう増やしてはなりません。そのために今回本当に皆様にとって最大のチャンスの選挙なんです。ぜひ皆様の義務を実行していただき、そして実行していただき、4月24日選挙に行っていただきたいと思います。またお忙しい方は実務へとお願いしております。区役所、市長にてご紹介できます。ぜひ皆様選挙に行っていただきたいと思います。投票率を上げていただけますようよろしくお願いいたします。大阪維新の会は森夏へでございます。森夏へお越しください。森でございます。維新は森でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。大きな声で長々と失礼をいたしました。周辺の皆様、ご清聴本当にありがとうございました。ただいまは森夏へ本人からの熱い思い、そして堺市から駆けつけていただきました中野時子市会議員からの熱い応援エール、
どうぞ皆様ご支援ください。おりまして大阪で行われた改革の実績、今度は京都発信で、そして日本で行いたい、おりなつえでございます。おりなつえをよろしくお願いいたします。